コムソモーレツウクライヌイは、ソ連で建造された大型大戦艦である。艦名は、ロシア語で、ウクライナのコムソモールインという意味。建造地であり、母校も置かれたウクライナ共和国を記念し、またコムソモールの40年にわたる貢献を称えた名称である。コムソモーレツウクライヌイは、61号計画によって建造される最初の艦艇として寄港された。 工場番号は1701号艦で、当初は、対空、対戦警備艦に分類された。当初は、韓米も、また、第25号警備艦を意味する、SKR-25 であった。SKR-25 は、1959年9月15日に、ニコラー F の第200造船工場で寄港、同年11月10日に、ソ連海軍へ、登録。 1960年12月31日には、浸水した。その後、1962年10月9日には、艦首が大型対戦艦に変更され、艦名もコムソモーレツウクライヌイと改められた。その年の12月31日に竣航し、1964年11月23日付で、国会艦隊に編入された。 1964年6月18日から25日にかけてセラフィムチュルシン国会艦隊司令官の指揮下、コムソモーレツ・ウクライヌイは巡洋艦、ミハイルク・トゥーゾフ、大型対戦艦、ソーブラジー・テリヌイと艦隊を組み、ユーゴスラビアのスプリトを訪問した。1960年代後半には中東戦争に関連する実戦任務についた。 第3次中東戦争直後の1967年7月5日から30日の期間エジプトに対する軍事支援任務を遂行した。1970年5月8日から18日にかけてはアルジェリアのアルジェを訪問した。1977年5月23日から1979年8月7日にかけてはセバストポリの セブモルザボートにてオーバーホールを受けた。1986年11月18日から21日に、かけてはギリシャのピレウスを訪問した。1987年11月17日から21日に、かけてはチュニジアのチュニスを訪問した。1989年6月28日から7月2日に、かけてはトルコのイスタンブールを訪問した。 資金資産局への引き渡しと解体、売却のため、1991年6月24日には退役となった。1992年11月9日には軍艦機を下ろし、1992年12月31日付で海軍を除籍された。艦はトロツキー湾に係留されていたが、1995年5月3日にはインケルマーンに栄光され、 三週間のうちに解体された。ありがとうございます。